風造章は、新末民初の政治家、学者。北京政府の要人。字は、祝、純粛。号は、はじかみやん。番号は、クラエン老人、クラエン孤児。風造章別影風図封印、チャイナサードエド。1888年、巨人となる。1898年、墓術家紳士となり、管理委員編集の位を授かった。以後、 奇襲学生、直例動員を歴任する。日本へ、教育事業の視察を行った後、直例ひそげ学士に任じられた。1908年、公立北京女子師範伝習所所長となる。同年10月、同伝習所総理となった。1911年6月、中央教育会議副会長に選任されている。侵害革命後、東証議に随従して、 南北和平交渉のために、上海へ赴いている。1914年1月、北京政府役法会議議員となる。同年8月、粛清町を粛清市に転じた。1917年12月、王志陳林寺内閣において、教育総長として任用される。続く、段木随内閣、仙道君内閣でも任用された。翌年10月には、大総統。 女性賞のもとで相当副門に招聘されている。1919年5月、教育総長を辞任した。1922年5月、内外探裁委員会会長に選任された。1927年10月、呼吸博物院の管理委員会委員権図書館館長に任じられている。1930年、聖火大学研究院で教弁を取る。 日中戦争勃発後は北平に泊まり、積極的に新日政府への協力は行わなかったが、一定の学芸活動には従事した。例えば、水園通詞を編集したり、あるいは、東亜文化協会副会長などの職に就いたりした。日中戦争終結後は完全に隠居し、蔵書や半本の目録整理により、日々を過ごしている。 1949年10月20日、北京にて死去、去年78、ありがとうございます。